谷吉智、谷吉智、谷吉智、1973年2月9日台は、大阪府東大阪市出身の元プロ野球選手、外野手、内野手、右投げ右打ち、日本プロ野球におけるシーズン最多に類打記録、52本の保持者。妻は谷良子。高校は、香川県の人生学園高等学校に野球留学。 二年生時に一学年上の宮寺勝彦と共に第71回全国高等学校野球選手権大会に出場し、一番右翼手として本類打を放つなどチームのベスト4進出に密にした。卒業後は大阪商業大学に進学、関西6大学リーグ通算83試合出場、282打数104アンダ率打率369。36 7本類打44打点。3年秋に打率。565、26安打のリーグ新記録を受立し、関西6大学リーグ三冠王になり、最優秀選手に選ばれた。ベストナイン3度受賞。三菱自動車岡崎ではの、第66回都市対抗野球大会で、若岸師匠を受賞。同年のオリンピック予選で MVP を獲得。 翌のアトランタオリンピック野球日本代表に選ばれ、銀メダル。同年のドラフト会議で、オリックスブルーウェーブから2位指名を受けて入団。背番号は10に決まった。は、開幕1軍入りこそ果たせなかったもののシーズン序盤に、登録され、5月11日の対、近鉄バファーローズ戦で8番、中堅守として、スタメン起用されプロ入り初出場を果たす。 5月25日の対千葉ロッテマリームズ戦でプロ初ヒットを8月1日の対近鉄戦でプロ初本塁打を記録した。規定打席到達はならなかったがルーキーながらシーズン101試合に出場した。2は132試合に出場し規定打席にも到達。打率284、10本塁打を記録しプロ2年目ながらセンターのレギュラーを勝ち取った。 2は134試合に出場、リーグ5位となる打率。291を記録するなどし、初のベストナインにも選出された。また、前年1投類ながら、同年は24投類を記録。投類史はわずか2で、高い成功率を収めた。この年は一類一種として出場することも多かった。2は134試合に出場、打率。 本類だともに前年より成績を落とすが、自己最多の73打点を記録。前年より成功率は下げたが23盗塁を記録した。前年に引き続き、たびたび一塁手種として起用された。2は136試合に出場、プロイル初の打率3割、325、リーグ5位を記録し、打点、本類だ、盗塁、いずれも自己最高を記録した。 また、シーズンを通して52本の二塁打を放ち、日本記録を樹立。初のゴールデングラブ賞を受賞した。2は138試合に、出場、1998年からのレギュラー、定着後以降最小の5本塁打に終わったが、前年を上回る打率。326、リーグ4位を記録。自己最多の41盗塁を記録し、松井和夫との競り合いを制し、 初の盗塁王を獲得。盗塁成功率も、盗塁王では2015年シーズン終了時点で、歴代1位の、911を記録した。シドニー五輪柔道金メダリスト田村良子と結婚。シーズンでは137試合に出場し、9月には、自身初の月間 MVP を受賞した。また、シーズンを通して189ダーを放ち咲いた。 アンダのタイトルを獲得し、パリーグの右打者としてのアンダ数記録を更新。リーグ2位となる打率。350を記録し、本塁打も自己最多の21本を放つ、好成績を上げる。外野守備では、自己最多補殺と2桁失策を同時に記録した。中堅守のポジションを、福岡大英ホークスから FA 移籍してきた村松友人に譲り、 守備負担の少ない最悪手で安定した成績を残す。アテネオリンピック野球日本代表に選ばれ、銅メダルを獲得するも、最後の打者となった、準決勝戦で一塁に駆け抜けた際に転倒し、右足を負傷してしまう。残りシーズンはほとんど試合に出場できなかったが、規定打席には到達。4年連続で打率3割を達成する。2004年末の分配ドラフトを経て、 オリックスバファローズへ。2番、打順は主に1番と3番、守備位置はセンターで起用される。しかし腰の怪我の影響もあり、規定打席には到達したものの111試合の出場にとどまり、打率は248で2000年以来5年ぶりに3割に届かず、投塁においても投塁数より投塁種の方が上回ってしまった。12月31日には、 長男が誕生。2は、肘の故障などもあり、規定打席には到達したものの118試合の出場にとどまり、打率。267、6本塁打、30打点と2年連続で不本意な成績に終わった。特に打点、盗塁は、プロ入り最小であった。同年11月7日、鴨志田隆長田正宏との交換トレードで読売ジャイアンツへ、移籍。背番号は、 西俊久が着用していた8に決まった。推定年俸は、前年の2億8000万円から1億5000万円へ、1億3000万円の大幅ダウンとなった。は、開幕から1番の高橋義信に続く不動の2番、左翼手として活躍。自己最多の141試合に出場し、シーズンを通して、高打率を維持して、リーグ3位、チームトップの打率。 318をマークし、自身3年ぶりの打率3割、3年ぶりの2桁本塁打、10本、を記録。得点圏打率は3割7分を超えた。投類も2桁に乗せるなど、過去2年の不振から完全に復活した。9月1日の対横浜ベイスターズ19回戦、横浜スタジアムで7回表に四万類の場面で、夕頃を放った際、一塁アウトの判定に激怒。 一塁類進、アリスミ・ショウジの胸を突き飛ばし、人生初の退場処分を受けた。この年の契約公開では、チーム最高打率を残した活躍を評価され、1億1000万円アップに、加え2年の複数年契約が提示されるも、f a 権を行使せず2億6000万円の1年契約で、サイン。シーズン終了後に、肘の有利軟骨除去手術を受けた。 東京ヤクルトスワローズから左翼手のアレックス・ラミレスが加入したため、中堅手へ再コンバートされる。守備の負担が多くなったためか、打撃不振に陥り、オープン戦から打撃校長の亀井義幸らにレギュラーを奪われるものの、代打で起用されるうちに徐々に本来の打撃を取り戻した。高橋優也亀井の怪我による、離脱後はスタメンに復帰し、安定した成績を残している。 終盤は、亀井投翼手で併用されることが多かった。6月3日の対オリックス戦の9回表に、加藤大介から本塁打を放ったことで、13、球団から本塁打の記録を達成した。前年終盤に続いて、右翼手での起用が主となる。開幕当初は、相手投手の左右によって、左打者の亀井と併用されていたが、シーズン中盤に、小一塁手だった。 李性用の打撃不振に伴い、仮名が一類一種にコバートされ、谷の出場機会も増加。6番、右翼手、交流戦などでは、左翼を守るラミレスが、指名打者に入るため、谷が左翼の守備につくに定着するとともに、打撃の調子も上がり、8月は月間打率。375、9月は、456と打ちまくり、優勝に向けた、 ラストスパートに貢献した。亀谷松本哲也ら若手外野手が台頭したため、出場試合数こそ巨人遺跡後最小だったが、打率は331をマークし、得点圏打率は4割に達した。10月24日に行われた中日とのクライマックスシリーズセカンドステージ第4戦では、中田健一からプロ入ル初となる満塁本塁打を放った。 高橋義信の復帰や、この年のルーキー長野久義が加入し、外野手ポジション争いが激戦となる。出場機会を求め春季キャンプから、外野と並行して一塁手一の守備練習にも取り組んだ。5月9日の横浜ベイスターズ主催試合、ハードオフ新潟にて6番一塁手で、スタメン出場、約10年ぶりの一塁手一での公式戦出場だった。だが谷自身、 ブランクの長さを理由に一塁守備に不安を覗かせていた月間ジャイアンツ2010年7月号より4月24日の木村拓也の追悼試合では八回裏に代打で登場し木村の休止について木村拓也参照レギュラーシーズン初となる満塁本塁打を高橋健から放ったその後のヒーローインタビューでは涙ながらに木村拓也への思いを語った しかし以降は、調子が上がらず、結果的に84試合出場と、プロ入り後最小の出場に止まり、去年高い数字を残した打率は、238、得点圏打率は、176と遺跡後最低の成績に終わった。前年と変わらない激しい外野手ポジション争いだった、こともあり、代打での起用が多くなる。幾多の場面で出場を重ねるも、打率は、 安定せず9月28日に登録抹消となる。10月8日に再び出場登録されてからはヒットを重ね、最終的には打率を274にまで上げるも、プロイル初となるシーズン0本塁打に終わった。はオープン戦で、矢野健治がフェンスにぶつかって負傷したことや、新外国人のジョンボ・ウォーカーや松本の前年度から続く不振により、 序盤は2番で起用されるなど、スタメン出場の機会も多く、5月10日の対横浜 DNA ベイスターズ戦では2年ぶりに本塁打も放った。しかし、松本の復調や矢野の復帰、西部から移籍してきた石井義人が、代打の切り札として起用され、この年驚異的な打率を、残と、出番は、次第に少なくなっていった。それでも9月4日の阪神戦で大打で出場して、 勝ち越しタイムリーを放つなど、随所で活躍を見せた。最終的には、打率以外は、前年の成績を上回る活躍を見せ、チームの3年ぶりのリーグ優勝に貢献した。クライマックスシリーズと日本シリーズでは、代打で出場した。12月3日に契約公開が行われ、現状維持の8000万で契約更新した。は、キャンプ、シーズンともに2軍スタートとなり、 二軍で一時期は4割を超える驚異的な打率を残していたが、腰痛もあって昇格は遅れていた。6月下旬に昇格し、6月30日の対ヤクルト戦でシーズン初は安打、初打点を記録した。しかし、その後は二軍に降格し、それ以降は昇格がないままレギュラーシーズンを終えた。リーグ戦終了に一軍に合流した。クライマックスシリーズでは、 ベンチ入りはしていたが出番はなかったが、日本シリーズでは、代打で出場した。日本シリーズ終了の翌日の11月4日に、球団から戦力外通告を受ける。同年12月10日、オリックス・バファローズが谷の獲得を発表した。背番号は前回在籍時と同じ10に決まった。2006年のシーズン終了後に、巨人へ移籍してから8年ぶりの復帰になる。 3月28日の対北海道日本ハムファイターズ戦の開幕戦において5番左翼手として先発出場し巨人時代の2008年以来6年ぶりの開幕スタメン出場を果たした3月30日の対日本ハム戦で4回表に武田勝から左線にル塁打を放ち2席後初安打を記録したしかしその後打撃不振から4月20日に 出場選手登録を抹消され、そのまま最後まで昇格はないままシーズンを終えた。チームは6年ぶりに2位と躍進したものの、最終的に9試合の出場でわずか2安打に終わり、打点を記録することはできないなどオリックス復帰年目は、不本意な成績で終えた。9月16日、京セラドーム大阪で会見を開き、今季限りでの現役引退を発表した。10月3日に、 京セラドーム大阪で行われた引退試合で、7回、1 c 一塁で代打で登場。武田翔太が投げた初球を打ち、現役最終打席を、通算1928本目の安打、日本プロ野球名球会への入会基準である、通算2000本安打まで、残り72で締めくくった。12月2日付で、日本野球機構、NPB から、自由契約選手として講示された。 からは、デイリースポーツの野球評論家として活動する。早いカウントから打ちに行く積極性を持ちながら、追い込まれた後でもミートできる、バットコントロールを持ち味とし、三振が少ない。2003年には、ーストライク後打率、351を記録。カウントによっては、狙い打ってスタンドまで運ぶ、長打力も兼ね備え、得点機にも強く巨人2010年までの、 通算得点圏打率332を誇る巧みなバットコントロールで球種に関わらず打球を広角に打ち分ける技術を持ち特に右方向へ流し打つ技術は球界屈指と言われる内角球への対応にも優れ左足に軸足を置いた最初から外側を向いている体勢で打席に立ち右足を引くような独特のフォームで内角球に対応する 外野守備では瞬速を生かした広い守備範囲と強権を誇り、2001年から2004年にかけて4年連続でゴールデングラブ賞を獲得する活躍を見せるなど、オリックス時代には、一郎、田口総と共に、鉄壁の外野人を形成していた。巨人一石後以降は、年齢や腰の持病もあって代打、または左翼手での起用が主となり、交流戦においては DH での出場も多かった。 右打者ながら一塁到達3.9秒台を記録する瞬速を生かした内野安打も多い。エピソード。日本のお笑いコンビ、ココリコの遠藤翔造が当時、自身の野球選手としての挑戦を続けるかどうかの試金石として立った打席で、安打が出たら野球を続けるつもりであったが、ヒット性の当たりを当時2年生でセンターを守っていた谷がダイビングキャッチでアウトにしたと、 遠藤本人がテレビ等のメディアで話している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。